ねえ、京ちゃんもコロナになっちゃったね。もう京ちゃんコロナになるってもうおしまいだぜ。あの人さ、マジで家から外一歩も出ないじゃん。どういう感染経路だって感じだよね。まあジムとかか。いや、でも最近行ってなかったしな。行ってる？いや、じゃあもういつ何時になってもおかしくねえんだな。いや、打足さんも調子悪いって言ってたもんね。いや、俺もう熱全然ない。もう今日朝起きたら、なんかでも寝すぎたかもしれん。体がまだなんかしっかり起きてないわ。昨日もう声出なかった、本当に。喋ってて辛かった。たまにさ、ない？あ、俺ちょっと今日やめるわっていう日、ここ最近なかったか。もうお腹がさ、力が入んなくて喋れなかった。今日ちょっと体調悪いから、やめるわって突然やめる日なかった。それが昨日マジで来たわ。やばいやばいやばいと思って。喋れんかった。いやもうね、原因分かってんだよ、俺ね。一昨日買い出し行ったって言ったじゃん。その日一睡もせずに買い出し行ったのね。まあ、車の中で寝ればいいやと思って。で、2時間くらい寝て、配信したのね。で、その後に寝れば別にいつもと変わんないじゃん。だけど、その後俺エヴァ見たのね。そしたら、エヴァの毒に当たって、ノスタルジックになっちゃって、寝れなくなっちゃって夜。エヴァの映画が良すぎて、何これ、めちゃくちゃいい映画じゃんっつって興奮して寝れなくて、そんで、もうデロ、で、起きたら、もうなんていうの、体調悪いし、デロデロになっちゃって。夏休みにさ、ドラえもんの映画見て夜寝れなくなるのと一緒でさ、エヴァの映画見たら、もう当たっちゃって、エヴァに。エヴァロスみたいになっちゃって。あるだろ、それ。いや、マジでそれだよ。んで、なんかもう、爆裂に体調悪くなっちゃって。でも、一日寝たらすげえ良くなったわ。あの後、もう一回見たからな、俺。2、3。2ってことは、×。1、×、×、×、×。おい、誰だ、はい、ひょっこりはんて。うちの甥っ子か？でん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 。